チャンネルクララをご覧の皆様、こんばんは。渡瀬裕也のメディアキリスト御免の時間がやってまいりました。今回また、内藤がお話を伺うということでございますが、どうもよろしくお願いします。はい、お願いします。でですね、渡瀬先生といえば、今更ではございますが、アメリカ保守派の専門家という、はいはいはい、ことで売り出し中でございますが、そもそも最もその保守派といってもですね、実はこれはあの一口に保守派といってもいろいろ中身はあるよということで、あの一概にこう言えないということで、ちょっと一回その辺をあの整理していただこうかというところでお話を伺いたいんですが、そうですね、あの今日特にあの見てる人にお伝えしたいことっていうのは、まあ、保守派にこんな団体がありますよって言って、まあ、紹介していくのは、まあ、それはそれでいいんですけど、あのタケノコみたいにたくさんあるんでそれをやってても終わらないんですね、なかなか。だから そっちは若干まあ触れつつも、うん、その日本のじゃあ保守派と呼ばれてる人たちはあんまりなくって、向こう あのアメリカの保守派っていう人たちの中にある機能みたいなもの、そのいろんなタケノコみたいにある人たちがどうやってじゃあ協力してんのかとか、どういうところで、まあ、お互い意思を疎通させたりとか、あの役立つ、連携してんのかっていうような、その仕組みのところっていうのをちょっとお話しようかなっていうふうに思ってます。はい、はい、で、まあといってもまず保守派っていうとですね、どんなもんがあるのかっていうのを、まあ一番最初にバーッと話した後に仕組みの話した方がいいと思うので、はい、こんなんがあの保守派の団体としてありますっていう話をするだけまずちょっと面白いかなっていうふうに思ってるんですね。はい、で、まあ僕が一番仲良くしてるのはアメリカ図法タックスリフォームっていう、まあ、これ全米税制改革協議会っていう、日本語にすると舌噛みそうなところなんですけども、はい、ここはね、あれです、全ての増税に反対するっていう署名を議員さんから取るっていう活動してる団体なんですね。うん、まずその、減税団体です、いわゆる、はい、みたいなものがまず一つあるんですね。これあのやっぱり小さな政府っていうか、アメリカっていうもの自体があの税金反対して出来上がってる国なので、はい、まあ、そういうのが大事と、まずそのうちの一つに例えばティーパーティーっていうのがあって、はい、でティーパーティーも一番大きいのはティーパーティーパトリオッツっていうのがあるんですけれども、うん、これは全国組織になっていて、であの各地域のティーパーティーに、まあ、こんな風にやったらいいですよみたいなのをアドバイスすると、まあ、面白いのはあのアプリがあるんですけど、うん、あのティーパーティーパトリオッツが提供してる、まあ、あの何ですかね、そのティーパーティーの人たちってあの全国にいるので、はい、その人たちがあの議員の集会とかに行くんですよ、はいはい、そうするとあのそのアプリを見るとですね、これ質問しろって書いてあるんですね。で、それでじゃあ質問するじゃないですか、はい、その後に何が起きるかっていうと、どんな返事したのかっていうのを全部データベース化されちゃう、そのアプリにこうやってこう入れるとですね、あいつこんなこと言ってましたみたいなのがあの全部報告されるっていう、まあだからあの普段は減税だって言ってんのに、あいつあの集会の時それうんって言わなかったよみたいなのがバレるっていうようなのをあの例えば提供してるやつとかがあったりするんですね、減税団体だと。でまあ、それとともに、うん、やっぱ保守派っていうと宗教団体強いですから、はい、まあ、キリスト教右派の人たちってたくさんいるんですけども、まあ、その中でロビー団体でいくと、アメリカンファミリーアソシエーションっていうやつとか、ファミリーリサーチカウンシルっていうのは、うん、あの力が強くって、ね、これはあのあれですね、例えば中絶の話とか、はい、最近だとあの中国の宗教団体の話とかっていうのを、はい、してたりとか、まあそういう、宗教団体、まあ、特にキリスト教系の、まあ、家族の価値観みたいなのを、ね、はい、あのロビングするようなものっていうのがあったり、あとはあの、あれですね、アメリカの草の根団体っていうと多分皆さんパッとあこれだよこれみたいなのがあると思うんですけど、それ全米ライフル協会とかその銃を銃規制に反対するやつですよね、の団体とか、あと面白いのはですね、経済団体っていうのも、まあ、商工会議所とかいろんなのあるんですけども、面白い経済団体っていうのがあって、はい、あの全米独立企業連盟っていうのはですね、あのこれは、大体ね従業員が、40人以下ぐらいの、まあ、中小企業 のオーナーの団体なんですよ、はい、でこれなんていうのはあの最近のオバマケアとかには反対してたりするんですね。要はあの社会保険料を増やしたら、人雇えなくなるじゃないかと、だから雇用の方が大事だろうみたいな話をしてる団体が あったりとか、だから俺もですね、規制の緩和とかを主張してるんですね、規制軽くしてくないとビジネスができないよみたいな話をしている、団体が、まあ、経済団体だったりと、これね、あのちょっとインターネットでググってみたんですけど、ええ、あの日本の経済団体が向こうに行って、でこの交流みたいなのやったりしてるんですよ。で日本の経済団体の人の感想が、いやオバマケアに反対してるっていうのはね、
アメリカの病巣がみたいな話のなんか感想を書いてあったんですけど、いやそうじゃねえよと、経済団体だったら犠牲とかには反対するのは普通なので、むしろ日本の病巣が明らかになったなって思ってたんですけど、そうですね、だから結局そう日本のね経済団体が増税支持とかっていうのは彼らなんだよと思ったんですけど、はい、まあ、そういう、ちゃんと中小企業のオーナーは犠牲に反対しましょうみたいなのがこの全米独立企業連盟っていうのがあったりとか、あと面白いのは発明家の人たち発明家の人たちが、まあ要は、なんていうんですかね、自分たち有利なような、うん、パテントを、まあ、より、取りやすいような、うん、環境、特に先願主義とか先発明主義っていうのがあるんですけども、はい、まあ、先願主義って、まあ、日本とかもそうだと思うんですけど、それを先発明主義にさせるっていうような活動をしてたりするんですよ。だそういう、まあ、もともとアメリカそうだったんですけど、戻すって話だと思うんですけども、まあ、そういうような活動をしてるような団体だったりとか、メディアだと、ですね、FOX ニュースっていう、まあ、テレビ、まあ、これ有名ですけども、うん、あとワシントンエグザミナーっていうやつだったり、面白いのはメディアリサーチセンターっていうのがあるんですね、はいはいはい、これ何ですかって話なんですけど、これはですね、ひたすらメディアのリベラルバイアスをずっと検証するっていうやつなんですよ、うんうん、だからその大統領選とかの時になると、いやあそこの番組はさってトランプに有利なのは10だけどクリントンに有利なのを100流してましたみたいなのを全部数えてるっていうそういう団体があるんですよ。要するに今常連さんがやってるのが巨大なやつですよね。っていうのを日常的にやってる団体があるんですよね、とか、まあ、あと政策作りっていうとシンクタンクだとヘリ、うん、保守派だとヘリテージ、軍事系だとハドソンで、リバタリアンっていう、まあ、全部自由化したらいいじゃないかっていうのだと系統っていう、うん、まあ、そういうイデオロギーごとに、まあ、分かれてます、その研究所が、うん、があったりとか、あと議員さんを縛るっていう意味だとちょっと面白いのがあって、タームリミットっていう団体があるんですね。これはさっき全ての増税に反対させるって話あったじゃないですか、はい、これはですね、議員に私2期で辞めますっていうので制約させるんです。要は議員が長く続けると腐敗するっていうふうに考えてるので、うんうんうん、日本は長くやって腐敗するような議員はダメだっていうのをやると。でこれもですね、動画とかで捉えちゃうんですよ、その約束してる姿が。で辞めますって言ってもお前辞めなかっただろみたいな後で言われるっていうちょっと面白いやつがあります。であとですね、これ日本とアメリカの決定的な違いですけど、人材育成やる組織があるんですね。リーダーシップインシュートっていう、これはワシントン DC の郊外のアリントっていうところにあるんですけど、はい、まあ、ここでいろんな、なんていうんですかね、保守系の活動する人たちが、まあ、やり方を習うことができるっていうのがあったりとか、あと学生団体もですね、保守系っていうのは結構あるんですよ。日本だと学生団体のね、政治っていうと昔だったら民政みたいなイメージですけどイメージ悪すぎですね。それ、まあ、今どうなってるのか知らないですけどねそれと真逆のものっていうのは結構あったりしてるんですね。だそういう意味でいくと結構多様な団体っていうのは、まあアメリカですからね、一つにまとまるなんてことはないんですけども、バラバラと、まあ、存在をしていて、じゃあそんなバラバラの人たちがどうやって連携しているのかっていうのは今日ちょっと話したいなっていう、はい、ところですね、はい、うん、なるほどね。だから、まあ、一応共同保守を、うん、はい、その構成する代表的な組織として全米保守連合があるというふうなことなんですが、まあ、これ先ほど の、アプリで発言なんかをこうチェックするというようなことなんかが、このやっぱりその項目ごとの発言だったりことがチェックするというのは献金のシステムなんかもそういうのがありますから。そうですね、要は各団体がもう、金集めてるんですね。こういう内容でロビングしたいんでお金くださいみたいなのをやっていて、でその団体がでかくなると議員もこれ最近支持されてんだみたいな話になりますし、でそういうところがお金もらってたりすると、うんうんうん、あ俺これやらなきゃいけないんだみたいな話になるとか、さっきのアメリカンコンサバティブユニオンっていうこれ全米保守連合、はい、一応これ上に乗っかってるような感じになってるんですよ、保守派の人たちの、うん、でも、まあ、これに対してはね、いろんな不満とかがなかなかいろいろあったりするんですけど、ここは何やってるかっていうと、ACU っていうんですけど、はい、ACU レーティングっていうのをやってて、これはですね、連邦議員さんがいろんな投票するんですけど、向こうは党議拘束ないので自由に投票できるんですけども、うん、それの保守度っていうのを全部100点から0点で評価するっていう、はい、まあ、だから100点満点の人もいれば、
あの民主党の議員とかは大体ゼロ点みたいなじゃないのが、まあ、大体平均的にはどれぐらいのスコアになるんですか、はい、ですね、70点ぐらいとかそんな感じですか、80点以上の人たちが保守派だと思うので、共和党の議員の半分ぐらいの人たちは保守派、で、半分ぐらいの人たちは、まあちょっと微妙かなみたいな、まあまあ中道ぐらいの扱いを受けていて、民主党の人たちも、民主党の人たちもね、あの結構点数そこそこ高い人たちもいるんですけど、まあ、大体あの民主党って最近左派異常に強いので、あのほぼゼロに近いですっていうようなあのレーティングをしてるような、あの議員さんの格付けですよね、やってたりとか、あとは年1回 CPAC っていう、これトランプさんとかペンスさんも来るような、はい、まあ、そのイベントを主催して、まあ、その年、まあ、これ命令してるわけじゃないですよ、 AC がこれやれって命令してるわけじゃないんですけど、その年にまあ大体こういうことが話題なんじゃないですかみたいなのを、あのワシントン DC に人を集めて、保守者の人たちに提示するっていうようなあのことをやったりするんですね。だからこういうのって、別にあれなんですよ、ね、アメリカの場合お上がやれって話じゃなくって、まあ、そういう団体があって、そういう会合があって、でね、まあ嫌いな人とかもいるんですけど、な中に中、まあまあ、なんかいるんだけど、まあとりあえず行こうかなみたいな感じの、ものがあるっていうのは一つ面白いかなと思うんですけど、意思表明をするっていう、まあ、意思表明と同時にやっぱり人が実際集まると情報官の場にも当然なるんですよね。だこれね、あれです、昔あのハーマン・ケインっていう大統領候補者予備選 の、はい、あの黒人の方がいたんですけど、僕はあのこのここに行った時珍しいじゃないですか、日本人、で有色人種は当時あんまりいなかったですよ、なのであのハーマン・ケインさんが、お前もちょっと面白いから上 の、 あの俺のビップルーム来いよみたいな話になってよく分かんないですけど対談したっていう、だそんなようなこともできたりとかして、結構面白いあの会が毎年1回開かれてるんですね。でそれとともに、あのこれすっごく重要だと思ってるんですけども、あの共和党の人たちが1994年に保守革命っていうのをやって、はい、あの40年ぶりに下院の多数を取り戻したんですね。でその時にあの一番立役者になった人が、さっきの全米税制改革協議会っていうところ の、はい、あのトップやってたグローバー・ノーキストさんっていう人です、はい、この人はあのレーガンさんに、さっき の、 あの全ての、増税に反対するっていう署名を集めろっていう運動を起こせって言われて起こした人なんですけども、でこの人はあの毎週1回、はい、さっきのは CPAC が年1回なんですけど、はい、毎週1回ワシントン DC のこの、全米税制改革協議会入ってるビルがあるんですけど、はい、そこの、6階があのちょっと広めのカンファレンスルームになってるんですね。ほうほうほう。でそこにあの水曜日の、午前中に保守者の人たちを集めて、今これ話題になってるけどこれどうするみたいな会議をやるっていうのをやってるんですよ。しかも会議って言ってもですね、あのどんな風になってるかっていうと、大体事前に誰が何話すかって決まってるんですね。ほうほう。決まってて割り当てされてるんですよ、時間が。だから僕もたまに喋ったりするんですけど、あのじゃあお前3分みたいな感じで割り当てられてて、で3分なんか話すじゃないですか、うんうん、話をしてスピーカーの人たちがで、興味があったら終わった後に話しかけるっていう仕組みだったんですね、そのスピーカーの人たちに。だからアジェンダはもう決まってるんだけど、まあ、そこで、話が共有されてると。でしかも面白いのはあの理念を語るとかじゃないんですね。理念を語るとかじゃなくて、あのこういうことやるんで協力してくださいっていうのを言うっていう場なんですね。でそれを見てた人たちが、まあ、あのじゃあ俺お前にこれちょっと興味あるから手伝ってやるよみたいなのを話しかけるっていう。でこれはあの大体ね200人ぐらい集まるんです、その水曜会っていうやつなんですけど。でこれはですね完全招待制なんですね。そのノーキスさんが呼ぶって言って人じゃないとまず出れなくって、でマスコミは一人も入らないで、中で何話したかっていうのメモ取っちゃいけないっていう、それっていうような感じなんです。なんでかっていうと、昔はですね保守者の人たちってめちゃくちゃ弾圧されてたので、政治的に実質的に、だからあのマスコミとかに内容が漏れるっていうのは嫌だということで、このノーキストさんが全部仕切って、まあ、そういう会合っていうのがされてるんですね。だからこれあの面白かったのはですね、あの行った時に、はい、今度この人たちがあの連邦上院議員のスタッフになるんですとか言って紹介されてるんですよ、ね。もしくはシンクタンクにこういうやつが就職しましたみたいな話になってて、あ皆さんこの人たちを、経由していろんなことやりましょうねみたいな話とかっていう、そういうなんか紹介の場みたいなのにもなってたりとかあのするっていう、ね、これがですね意外に地味なんですけど、毎週200人集まってるわけですから、そうですね、なんていうんですかね、ちゃんと司令塔として機能してるんですよね、うん、その情報交換兼司令塔として機能してて、まあ、当然人脈もそこで出来上がってくるということですね。あの新しいデビューする人、あの 保守派としてデビューしたいなみたいな人はここに呼ばれてプレゼンするっていうのは一つ の、 あの通過点になってですね。だからティーパーティーが流行ってた時も、あの
彼はあの新しいところから来たなんとかティーパーティーの人ですみたいな紹介されると、あ、そんなところにもティーパーティーあったんだみたいな話とか、それほどね、あのベネズエラの話も、はい、あのこれインターナショナル版もあるんですね。いや、その最近星屋って結構インターナショナル化してるんですよ、ええ、そのちょっとリベロに対抗してなきゃいけないって話で、だからベネズエラの活動家の人とかも来てプレゼンしたりしてます。だからそういうようなあの、まあ、他の国の人たちもたくさん来るんですけども、そんなような場になってたりとかして、ちょっと面白いなっていうのがこの水曜会ってやつですね。これ日本でも、どんどんやったら面白いんじゃないかなって思うんですね。あのワシントン DC でやってるんですけど、各州にもあるんですよこれ。各州にもそのそ、ね、全米税制改革協議会 の, その、まあ、息がかかったって言ったんですけど、うんうんうん、まあ、支部みたいなのがあって、そこであの、開かれてるっていうところなんですね、うん、でもう一個、はい、さっき面白い、ところで紹介したいっていうのがあって、リーダーシップインシュートってあるんです、はい、あるんですよ。これあのさっきお話ししたワシントンの郊外に立ってるんですけど、はい、僕ここの研修受けてみたことあるんですよ、行ってみて。で何の研修受けたかっていうと、あの選対本部長コースっていうのがあるんですよ。そのこれなんこのね、あの学校って何やってるんですかって話ですけど、あの政策とかは一切習えないです政策は一切習うことができなくって、あの活動家、あ、もしくは選挙のスタッフをやる人たちっていうのに対するスキルの提供だけやってるっていう。あ、でも逆にそういうのって絶対必要ですもん、はい、スタッフ自体は、はい、日本でだから選挙のスタッフやりたい人ってやるとなかなかどうすりゃいいんだって感じなんですよね。はい、でまた場所がいいですよね、アーリントンにやるっていうのは。あ、そうですそうです。なんかね、あの結構なんですか、落ち着いた感じですし、そので行ってみたんですよ。行ってみたらビルが1個建ってるんですよやっぱり、うん、リーダーシップインシュートので、あの宿泊施設が地下にあるんですよ。でドミトリーがあって、でそこであのよくわかんない、あの他の人と2段ベッドの1階と2階みたいなのであの過ごさせられてでやるっていう話なんですけど、まあ、あのそこを受ける人たちはあのハイエクとかバスケとかそういう基本的なものは読んできてねっていう設定になってて、うんうんうん、で読んできたっていう前提の上であのいろんなことを教えてくれるっていう。な、選対本部長コースとかは、まあ、日本と似てましたけどね、選挙自体はマニュアル化されてるので、うん、そのマニュアル化されたあのものを教えてもらえるし、あとはあの金集めコースみたいなのもあるんですよ。ファンドレイジングコースっていうのがあって、しかもちょっと面白いですね、高額献金者からお金を集めるコースみたいなのがあったりするんですよどうやるんだろうって、僕はちょっとそれ受けてないんで分かんないんですけど、そんなもんもあったりとか、あとはね、あの部屋の中もあの全部見せてもらったんですけど、記者にから説明を、あ、説明じゃない、取材を受ける時のあの何ていうんですかね、テレビのね、なんていうんですか、撮影コーナーみたいなのもあって、でそこであのメディア対応の受け答えとかも全部訓練してもらうんですね。だからこれ学生さんとかがあの FOX、 さっき話した FOX ニュースでそういうのを喋る場があるんですけど、はい、あのそのための訓練だと思うんですけど、そういうメディア対応の受け答えみたいなのとかっていうのも全部教えてもらうんですよ。だそういうものって日本にはないじゃないですか。例えばなんとか政経塾とかね、あのありますけど、まあ、あのちょっと違うじゃないですか、ね、ちょっと違うんですよ、もっと実務的なところで。そうですね、完全に実務者を育てるって話なんですよね、うん。ちなみにこれあれなんですか、あの授業料とかってそれはやっぱ高額、はい、ね、選対本部長コースはこれ僕が受けた時ですけど、まあでもそんな長くないんですよ。長いとあのみんな受けられないじゃないですか。選対本部長コースも1週間ぐらいなんですよ、1週間ぐらいなんですけど、あの3万とか4万とか、そんなんでした。あ、それなんでかっていうとですね、寄付金で支えてるんですね、ここ。なるほどね。で、今まであの卒業した人、まあ、草の根のさっきの納期人さん、全米税制改革も卒業生なんですけど、一応に今多分有名なペンス副大統領とか、あの上院のトップのミッチ・マコーネルさんとかっていうのが、あの政治家も輩出してたりするので、まあ、結局そういうところからあなんですけど、まあ、それ以外の草の根団体の人たちもここ輩出していて、で、その人たちの寄付で成り立ってるんですね。だから面白いのはですね、あのなんとリクルートもあるんですよ。あの要は、コンサバの、系列で仕事したい人みたいなので、あそこの事務所のここの枠空いてますみたいなのをあのここに相談すると、あそこ空いてるらしいぜみたいなのを教えてくれるっていう。そうですよね、はい、だから結局あの保守派、日本の保守派の活動家がなかなかやっぱり、あのいい人材が育たないっていうのは、結局保守が全く手弁当でやってる人たちがあまりにも多いですよね。そうなんですよ、やっぱりみんな霞食って生きてはいかないですから、うん、ある程度その生活を考えられるような状況にしないと、やっぱりそれがあの沢野があって比較的やっぱり組合の先住の方がいたりするっていうのに対して、保守の場合はそれがやっぱり日本の場合ない、やっぱりね、まあ
ないのかもしれないですけど、産業として育てようっていう気があるんですよね、うん、その向こうの人たちっていうのは。だそこっていうのは日本でも見習うべきなんじゃないかなって思いますし、あとなんか教えるっていうのはやっぱマニュアル化するべきだと思うんですよね、うん、あの選対法務上コースを受けてみて思ったんですけど、全部マニュアル化されてるんですよ、うん、で日本の選挙のやり方って、あの例えばですよ、まあ、それって選挙のやつの話なんですけど、あの一子相伝なんですよ、事務所の中の、まあ、まあ口伝ですよね。そう、北斗神拳みたいな感じで教えるんですよ、その先輩の秘書があの後輩に教えるみたいな話なんですけど、向こうはあのマニュアル化されてるので、あの間口が広くて誰でもあのすぐ参加できるんですね、うんうんうん、だからそれっていうのを民主に広げるっていう意味だと、そうしないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってたりとか、まあ、なかなか、あれですかね、こういう教育機関、さっきお話した情報交換機関だったりとか教育機関みたいなものっていうのは重要なんじゃないかなと思いますね。あと政策作るのも、まあ、シンクタンクっていろいろあって、うん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 、でこれもあの各、シンクタンクごとにイデオロギー色がついていて、で、長いレポートからタイムリーなレポートまで、うん、まあ、いろんなものを出すっていうのもありますし、さっきのメディア監視機関なんて面白いなと思いますし、あともう一個ね、あのすごく面白い機能として、はい、キャピタルリサーチセンターっていうのがあるんですけど、これあれですね、左翼系の人たちはどこから資金調達してるのかずっとあの追うっていうだけの団体があったりとか、あといい汚職をしてる公務員とかですね、司法汚職をしてる司法の人とかっていうのをひたすら訴えるだけの団体があったりとかですねそのあとは労働組合に強制加入の州とかがあったりするんですけど、はいはいはい、そういうところに強制加入じゃなくさせるための反労働法団体みたいなのがあったりするんですよ。だそういうあのいろんなその活動の内容っていうのがあのアイディアは結構あるんですよ、うん、なんかまだまだあの輸入できることっていうのはあるんじゃないかなと思っていて、ね、はい、だからうまくそういう仕組み、さっきお話ししたような、まあ、週1回のこうなんか会合とか、うん、年1回 の, そのボーンというイメージ出したりとかで、あといろんな機能があるじゃないですか。そういうのが連携していけば、していくっていうことを日本でも作っていけば、ちょっと政治変わっていくんじゃないかなって思うんですよね。だからそういうのを、まあ、折を見て、このクララでも皆さんに紹介していけばいいなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、やっぱり、うん、一番やっぱり肝になるのはやっぱ人材育成のシステム、うん、特に実務家スタッフの人材育成のシステムですよね。そうですね。例えばその資金、うん、左翼系 の, その資金調達監視団体っていうの、うんうん、はい、もちろんあっていいと思うんですが、はい、多分にその今いわゆる保守派の人がその手弁当で勝手にやっちゃうと、うんうん、なんか割とすっとんきょな指摘なんかも結構しちゃったりするじゃないですか、うんうん、そうですね。で例えばやっぱりそのきちんとその帳簿が整っていて書類が整っていて、うん、違法でなければ、うん、補助金なんか降りちゃうというのが現実ですから、それ自体は批判してもしょうがないわけ、うん、できないわけですよね、そのコンテンツについて、うん、だからこれ科研費の時にも、うん、問題になったんですが、だから、うん、その時にやっぱりちょっと、うん、そういうそのなんていうのかな、足を引っ張られないような形で、うん、そのきちんと、うん、調査してこれはおかしいとかっていう指摘をする、あるいは、うん、指摘をしなくても事実を見せるだけでもまあいいわけじゃないですか、うん、でね、こういうのができていくと何が変わっていくかっていうと、有権者の方が力が強くなってくるんですよ、政治家と比べて。だ今は何ですかね、日本は民主主義のように見える、まあ民主主義やってますよ、やってるんですけど、なんか議員の偉い先生がいて、でこの人を支えるんだみたいな感じになっちゃうんですよ、今の状況だと。まあ要は殿様ですよね。そうそうそう、じゃなくてちゃんと自分たち理念があって、うんうんうん、でそれを共感する人を増やして、でなおかつ政策にして、で議員にやってもらうというような、まあ、流れっていうのは、これ仕組みがちゃんと整わないと多分できないんですよね。でしょうね。だからこれを日本でやんなきゃいけないなと。でこれをやんないとですね、政府に、群がってる人たちがずっと群がるだけなんですよね、うんうんうん、だからそうじゃなくって、きちんと独立した自立した日本人というかですね、うんうんうん、の矜持、まあ、みたいなのを見せていくっていうのは参考にできるところが多いなというふうに思ってますね。まあ、でそうすると、はい、じゃあとりあえずはどこから手をつけるかってことに今なってくるんだと思うんですけど ね, そうですね、どこから手をつけようかなっていう感じですよね。まあ、アメリカはもう逆にそれは発達しすぎちゃって、はい、でそれがまあ逆にいいのはどっかがそのなんか支配的な関係にあるってことじゃなくて、うん、はい、並列的にこうあるっていうところですよね。だからね、見てる人もやれるところからやればいいと思うんですよね、うんうんうん、自分やれるところからやりますみたいな。例えばシンクタンクってあるじゃないですか、はい、シンクタンクっていうとなんか日本だとなんとか総研みたいなので、うん、丸の内の辺にやたらと、ね、高そうなビルの中入ってるじゃないですか。でアメリカもじゃあその世界的有名なシンクタンクみたいなのがあるわけですけど、
でもあのぶっちゃけシンクタンクなんて一人でもいいんですよ。まあそうですよね。一人でスタートしますって話で、あと内容良ければ勝手に広がってくったり大きくなったりするんですよね。だからそういう競争をきちんと制作の市場みたいなのに競争するってことは大事かなっていうふうに思っていて、だからその何ですかね、大げさに構える必要性が多分なくってですね、どん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 参加したらいいと思うんですよね。で自分でペーパー作ったりとか発信をして、でいいっていうふうになれば認められていくっていう、まあ、そこかなって。例えばこのクララ見てる人っていうのは、僕倉山先生からあの読書する人多いって聞いてるんですよ、うんうんうん、だからそういう人っていうのは自分で も何か物を書けると思うので、うんうんうん、あの情報を、自分で発信していくと、もうそれがシンクタンクだというのが、まあ、一つ面白いかなというふうに思ってますね。そうですよね、はい、ですから逆に、うん、アメリカなんかもほとんど それぞれ今挙げていただいた団体というのが、うん、あんまり間口を広げないで、その一つの問題に絞ってやってますから、うん、シングルイッシュでいいですよ。そう、シングルイッシュでその自分の得意なところで、はい、あのまずは発信していくという。そうです、そうです、そうです。それはあの、はい、クオリティが良ければ、うん、いろんな形で広がっていくよねっていう。でそれであとでみんなで集まって、たまにあの都合がいい時だけ集まればいいと思うんですよね。常時一緒にいるんじゃなくて都合がいい時に集まって、であの一緒にやろうかみたいな話でいいんじゃないかなって思うんですよ。そうするとやっぱりなんかね、はい、いずれクララのオフ会みたいなことやんなきゃいけなくなってくる、ね、ああそうですよね。オフ会やってないんですか、わかんないですけど視聴者の方とのオフ会ってはないですよね、まあ、あそうなんですか、うん、なるほど。ああそうですね、失礼しました。はい、あ、なるほど。あ、じゃ あのそういうところで実際に皆さんと、例えばクライマー塾でお会いして、で、自分たちで何やっていくかっていう話ができたら面白いですよね。そうですね、はい、うん、まあなかなか今そのままね、アメリカの制度そのまま輸入するとかできないにしても、やっぱり見習えるところを、うん、まあ、少しずつでも、うん、取り入れていきたいなというところ で、ね、アメリカっていうのは確かに日本と全然違う国なんですけど、あの輸入できるものってたくさんあるんですよね、うんうん、日本人のいいところっていうのは、まあ、その輸入したものをちゃんと自分たちなりにしていくってことじゃないです か、ええ、だからいいものは使ってた方がいいと思うんですよね。そうですよね、うん、いやいや、どうも、はい、ありがとうございます、はい、まだまだ多分奥の深い内容だと思いますが、はい、とりあえず、概要としては、はい、十分お分かりいただけたんではないかと思います、はい、では先生どうも、はい、ありがとうございました。